お疲れ様です。今日はですね、こちらのマージャンショールブレーカーやっていきます。というわけでバルキリースケ型ではなく、今日はねナイトヤリコブでやっていこうかなと思います。まあヤリコブ強いんでね、はい、現環境型というわけでやっていきますか。ちなみにね、今の世界一位の、まあ、マージャンショールブレーカー専門家のね、はい、レミ入りもこのナイトヤリコブ型使ってるんで、まあバルキリースケでも全然いいと思うんですけど、まあせっかくならね、環境寄りの方をやっていこうじゃないかというわけで、まあヤリコブ型だと、まあいい点としては、まあ槍で攻めれるっすよね、もう単純に。ウォールブレーカーでも攻めれるし、ヤリコブ端前飛ばすだけでもプレッシャーになるんで、あとはまたディガーも飛ばすみたいな。攻めの部分ではね、使いやすいんじゃないっていう。ね、ウォールブレーカー、ヤリコブ、ウッド枯渇みたいなのにもなるし、トリマー端前出していけばいいかな、これ。ほんまに。あ、イニキ病にかかってます。あー、てか、え？ミラーやん。もしかして。これ、相手もマジアチャオールブレイカー説がね、ちょっとありますね。いや、もう、そうだな、なんなら。確定まである。あーはは、強いって。おい、でかいね。え、バルキリー槍でしたね。ナイトヤリコブでもなく、バルキリースケでもなく、バルキリーヤリコブか。ちょっと重たいんだと思うんだよな、でも。バルキリーヤリコブだと、体感。さあ、いや、どうしよう。射抜きていいけど、さすがにね。これ、え？ありがたすぎ？ダメージ入ってるし、これ。いや、これ拾われんの。俺のディガーの位置が甘かったっすね。さあ、まあ、端前ヤリコブと、あ、これはヤリコブ便利っすね。射程が長いかんね。まあ、マジアチャはね、ボムで、頑張りたいかもね。取るね。さあ、こうすると逆にあなたが苦しい。もうディガーで削りたい、まあ、基本的にはね、ウォールブレーカー刺すとかヤリコブ刺したいとかあると思うんですけど、ミラーだとね、もうどっちがディガーで削れんのかみたいな対決だと思うんですよね。やだー、なんか押されてきてる。はい、共有するか。一旦ずるいな。うっ、さあ、トルネ最強のことに気づいた。拾いたい。お、これは俺の流れが来る。なんでやねん、ボケイ。削り負けしそう。どうなんだろう。マジで。ミラー対決やだな。いやー、でもいい。お、一発入らない。さあ、まあ、やっとキング起動ですね。やべ。
これ攻めたもん勝ちみたいなのちょっとあるっす。やりこぶ、いやマジミラー対決何も説明できんかったわ正直。正直マジアちゃん残したもん勝ちみたいなとかあったんすけどいやミラー対決なんかむずいよな、はっきりしないっすよね。まあ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 そういうこともねありますよ。のウォールブレイカー行ってこよう。一旦飛ばしていけばいいんでね。ハシマイヤリゴブ、ハシマイウォールブレイカー、こいつら投げ得なんでね。さあゴブリン、アーチャー、ウォールブレイカーかな。あれロイジャイ、ロイジャイっぽいっすね。トリトンってロイにしか入らないんですよね、よく言ってるけど。マジ入ってました、ね、ロイ以外にロイ以外に入ってた。いやまさかのアチャコブロイホグだ。なんだこれ、アチャコブロイホグ。まあロイホグパッパキング移動したいっすよね。あー文句か、文句やだな。これ早めに反射使わしとくか。よいしょ、まあ、どうせ自陣で反射されちゃうんでね、ここでマジアチ一発稼いで反射してもらった方がいいみたいなとこはある。まあ暇やりこぶしてね。いやマジで相手のデッキわかんねえな。30子ワンチャンあるかな。プロフィールはなんか30子っぽい顔してたんですけど、なさそうってなさそう。置いとくか、いいボム。いやロイジェンの奥ロイホグにしたとかさすがにそんなんないか。まあ一旦ね、うい、さあ反射されない。30白い服でしたね。まあでも相手のデッキを分かってしまえばこっから俺のターンみたいなところはややあるけど、追い抜きます。はい、もう射抜くのがね気持ちよさすぎて射抜かないとやっていかれないよね、やっていけないよ、ね、いやだマジアチャ、そう考えたらこいつがいるだけでタワーを持っていける最後の最後に逆転できるポテンシャルがあるんですよ。それやばいよな。まあ右は許容できそう。さあ1200マジアチャでね気持ちよく行きたいけど、トリトンのねレアっすよね。さあ下げて、下がったことによって文句の反射が意味ない。これゴブリン射抜きたい、射抜かしてくれよ。いやーめっちゃ警戒されてるよしでこうやってねマジアチャのコストを無駄にしてると最後の最後に負けるっていうオチがあるんでね、気をつけないと。まあさすがに、あもう射抜きたい、射抜きたいです。射抜かしてくださいさあマジアチャ強すぎー。結局な、端前で射抜けないときは低めに出してができるんで、これが強すぎるんですよね、マジアチャね。まあなんかね、射抜けるまで待ってもいいし、チャンスが来るのを待ってもいいし、最悪ね、なんか自分からマジアチャ取るねとか、オールブレイカー攻めてユニット出させて、マジアチャでみたいな。無理やりでもチャンス作ることができるから、
それが強いんだよな。最後の最後に削ろうと思えばもう削れるんで。間に合わんよなボム。さあエリーババー、あー俺と同じズルだ。マジアチャ工場なんでエリーババー人気っすね。これエリーババーないし止まんなくね。あーウッドなら良くないっすよね。さあ人気のウッドでした、ね、まあ今回相手の呪文がウッドだけなんで、これ1400ぐらいダメージ受けてますけど、受けてないようなもん無傷と一緒です。考えようによってはもうここからダメージ受けないんで、正直マジアチャぐらいしか、うん、まあ、アチャ食いだけだるいっすよね。マジ強え、あれ。あちゃ食いだけ厄介だね。おやりゴブが強いね。めっちゃ遠距離から頑張ってました。さあで、ウッド持ってるんで、意外とオールブレイカー刺さりにくいんですよね。レイジ型、ザップ型、ウッド型みたいないっぱいあるけど。まあ、あとはもうディガーで俺は削るっすね、コツコツ。なんかタゲが、変なタゲしてた。あーめっちゃゴースト。さあでこれいくとエリババがねズッシャーンって出てきちゃうんだよな。さあもうギガーで削るしかない。あとはトルネでも削っていきます。多少ではあるけど。相手の魔術師偉すぎん。エリーババが強い。削れるかな。まあディガーっすね、もうこうなったら。負け筋は交えちゃう。さあ後ろに下げて耐えて、あぶねマジヒヤヒヤすんな。いやでももう相手はやっぱね削れないんでね、しっかり低め交えちゃう徹底してディガーでカツカツって感じでしたね。ウォールブレーカーは多分一発も入ってないですね。まあでもやっぱねウォールブレーカー通れば楽ですけど、
さっきみたいにね、うまいプレイヤーほどオールブレイクは入れさせてくれないんでね、警戒されてね。ああいう時はもうマジャチャで削る、ディガーでちまちま削って守るがいいかな。オールブレイクが全然入んなかったっすね。おすごい本気だ。あーこれ今キングギドできたな、この位置。コカッチャンスね。ほい。おー、いや大砲型か。射抜きます。射抜いて、これね意外とマジェチョロブレーカーって、まあ、枯渇にはもちろん相性はいいんですけど、そのマジアチャで射抜いていかないと、最後の方ロキ削りで、あれなんか負けそうじゃねっていうことに陥っちゃうんですよね。だから、ゴリゴリ、やりすぎやろっていうぐらいやっていきます。はい、序盤から。もう枯渇にね、ああ、マジアチャガチで嫌いって思わせて、絶望を与えていかないといけない。まあ逆に相手もこう、すごい攻めてくるんですね。これロケとかじゃないと苦しいんじゃない？なんもない。マジで相手攻めすぎてたな、間違いなく。いや右でもよかったけど、さあ全てが入っていく。でまあマジアチャが強いのは間違いないんだよな、対枯渇は。あとマイティがねマジアチに対して弱いんで、それは救いみたいなとこある。置いとくか、今だし。まあ相手はロケ削りしたいっすよね。削られてない側のケツマジアチがめっちゃ強い。なんか大砲来たし逆行こう。入れさせないよ。こっから最強だよな。いやーミリ残ってんのやばすぎ。緊急起動して、私はね射抜いちゃうよ。警戒させて射抜かない。じゃあナイト出さんでよかったよって話なんですけど、いやもうここにゴブリン使わして、このゴブリンをマジ打ちに行くわ。バレてなかったら、あバレてましたー。恥ずかしい。これ綺麗にバレてました。あのこういうことですよね。こういうことをしてると最後の最後に追いつかれるっていうね。トルネ便利だね。やべやべ、なんだこの変なチョコ。うわ入りそう。うわ相性で持っていきます。いやマジでちょガチで攻め得です。枯渇にはね攻めまくった方がいい。さあブルランドンよろしく。端前やりゴブ、オールブレイカー、ディガー、投げ毒です。あー、射抜きてぇけど、この位置射抜けない。さあ、陸ないので、オールブレイカーで陸受けします。思いちゃうか。あー、これ射抜かれそう。これさっきさ、やった相手説あるな。マジアチャオールブレイカーミラーゲーミング所属ですね、これ。おしまいマジアチャ来るっすよ、これ。うん、またミラーかよ。ミラーむずいんだよな、苦手すぎて。こんにちは。
来ないんかい。マジミラー対決って鬼だよな。もう正真正銘のこの上と下が決まるわけじゃないですか。悲しいっすよ。俺が下になりそうやないかい。ふざけんな。やめてー。変なことしてくんな。まあ、最終的にマジアチャでかました方が勝ちっていうね。かませばいいだけなんだよな。一旦飛ばしてね。やりこび射程伸びてるからな。気ぃつけなきゃ。さあ、かますためには、魔術を貯めなきゃいけない。この位置は金ギドできる。いや、金ギド刺してよ。これやばい。絶対トルネ構えてる。でも、こっから勝てんのが魔術オールベーカーみたいなとこあるよな。正直な。ボム働き。マジこっから勝つ。マジこっから勝つ。ね、マジで。マジで勝っちゃった。マジでなんで。いや、わかんないっすよね、この流れに乗ったらみたいな。マジでわかんねえな。マジでちゃげーやん。なんか相手が別にミスをしたとかでもないけどね、ほんとマジでちゃが残ってたら最後の最後でワンチャンがね生まれてしまう。さあ、ゴブリン射抜く餌がいますね。あー、これもう病気なんで。すぐに抜きます。まあ、迫撃入っちゃうけど俺のが入ってるダメージ大きいよねって話なんでね。うん、もう攻めのことしか考えてない。ゴブリいるんだよな。こんにちは。おぶね。なんかすげえ事故りそうな。これさすがに抜くのは、いや、抜いてよかったかもね。まあ、キンキしてるし、これゴブリン咲いてるんで削りいっちゃいます。グッドゲーム早くない？早すぎん？マジで謎に、まあ、今流行りのマイティに強いのはいいな。マジでちゃね。さあ、いいね。やりごぶもなんかね、
ディガーと一緒にいるだけで相手も無視しづらいのがいいですね。うわ、41、47ね。圧があります。さあギャング山地さ、やりゴブ射程長すぎて、やりゴブにウッドとかタルバブとか転がすけど、なんかやりゴブが散る前にね、一発だけ投げて散るみたいな、よくあるんだよな。一発投げられちゃう。射程長すぎて対応してんのにこっちがダメージ受けちゃうの、辛すぎる。さあこれも相手呪文がファイボカポイズンか、まあなんか何、1枚だけあるんですけど、1枚だけ呪文があるデッキみたいなやつなんで、神相性っすね多分。これ一発入りそうだな、やめて。うー、見すぎ見すぎ見すぎ、しっかり投げてもらわなきゃ。さあ新エテスケバレウォールブレイカーのね、そう攻めカードいっぱいで、呪文がまあポイかロケか、まあなんか見たら、まあ1枚しかないんですよ結局。なんでまあジャイちゃんもやりゴブもだんだん後半ね残ってくるんで、そう考えたら、はい、グッドゲーム。まあ吹き矢はめんどい、ないで一発、これ一発もでかいの。やりゴブ、おーい、さっきからあんたら何見とんねん、見すぎ見すぎ。ガヤがすげえ追ってくんなあいつ。もうやっとくか。もう相手の呪文が何のかが何かが分かんないですよね。ファイポイライト、んライトはない、ファイポイ。これもうボム置いとってもいいかもね。あ、矢の雨でしたね。もう矢の雨だけなんで、これ行って行って行きまくって、マイティバカ間に合わない。あ、居抜きて、これ抜いてもよかったが、居抜かなくても良さそう。さあもうマジアチェ最強です。相手の呪文矢の雨だけなんでね、でこれはもうトルネかますしかないよね。かまさなくてもきつそう。低めやりごと最強、これ便利っすよね。射抜きまーす、抜きたいです。射抜きたい、マジで何がどうなってるか分かんないけど射抜きたい、射抜けてはない。おもうちょいちょい入ったっす。うーん、あぶね、見すぎた、巻いて潜るかなと思ったんですけど、チャクン。うん、なるほど。まあ要はね、マジアチは最強、ただそれだけですね。はい、あとしょっぱなこのディガーオールブレイカーも強い。ディガーが着地するぐらいでいくと、ディガーに対してニットを出してもう1枚裂かないといけない。これでトルネ裂いたんで本気でやりにく、まあこれやりすぎですけど、ぶっちゃけ。いやでもめっちゃいいもうなんもないもんね。トレネ使ってたらね、対応できないしな。いやー、これ、せこい。せこい。遅延スキラかな、今回の相手。まあ、やりこばるんでね、これ。スキラの受けもちょっと優秀。さあ、で、もう一回ね、理学ないんじゃね？さあ、同じ。いや、あれ抜いたらやばいかな。
逃げちゃうかな。あーやばい、これ恥ずかしい、本当にこれマジでアホです。負け筋です、これです、負けるやつ。味しめすぎてます。あ、でもめるのは大事ですからね。さあマジアチャでしっかりね対応して、まあ多少入っちゃうけど、これ相手がポイズン使ってるんで、このマジアチャ言ったら最強なんですよ。入れんじゃない、入んねえのか。まあタルが来るんですけど延命します、何があっても。からのこの裏ディガーぐらいにしちゃおうぜ今回。コストねえだろそんな。あー、いや墓石で止まるのは良くない。マジオチャ一発、まあでもよ皆さん墓石使ったんですよ。はい、射抜きます。射抜き病なんです。で、まあ、槍ゴブスケラノルテに強いんで、まだまだマジアチャでね、はい。もうドヤンヤンキーすぎるプレーが、それぐらいがちょうどいいみたいなとこある。今日はでも攻めの気分で攻めまくりたい。ウッド便利っすね。お、ダメージが怪しくなってきてる。まあでも中のウォールブレーカーが入っちゃった。マジアチャで気持ちよくね決めたい気もあったが、でかい。というわけでマジアチャウェブね、皆さんも使ってみてください。お疲れ様でした。またね。